にちは、わさたかよです。今日はですね、救世シリーズで、話題の人を取り上げるという、一つの、項目をやりたいと思うんですけれども、最近こうちょっと煽り運転とかすごい危険なことがあったということで、容疑者の方が、捕まったということを、シェアされていたので、その方についてちょっと見てみました。で、生年月日とかわからないので、お顔だけからちょっと見ていきたいと思うんですけれども、で、私が気になったところがありまして、それは、お目目がですね、こんな風に、下三拍といいまして、白目の部分っていうのはこの左右は、白いとこがあるんですけど、この上の部分だったり下の部分だったりっていうのは、このまぶた、上まぶた下まぶたで、隠れていて、基本的には、こんな風に下が見えたりだとか、反対にこれは上三拍っていう、ここちょっと変ですけど、こんな風になったりしてるっていうのは、ちょっと異常な状態を表していると言われています、盲信ではですね。で、それについてちょっと説明を読んでみますね。下三拍っていうのは、眼球が異常に拡張した場合にね、下三拍の状態を生じると。で、それは身体的とか精神的な代謝の全体が遅く弱くなっていることを示している。で、この下三拍は現代人の間、陰性食品の摂取過剰によって増えている。塩などの陽性食品の摂取過剰による下三拍の例もあるということですね。で、この状態は脳の神経細胞が拡張して異常な思考や行動に陥り、致命的な運命に至る可能性があることを示している。怖いですよね。で、罪や裏切り行為を犯す人々、疑い深い人々、そして誤解や攻撃や暗殺の対象になる人々は、よくこの下三拍の状態をしている。で、極端な下三拍は死期が迫っていることを示している。そしてまた近い将来に予期せぬ死に直面することになる人々に普遍的に現れると書いています。ちょっと怖いですよね。で、昔私がすごいこう甘いものをすっごい食べてた時は、私もこんな風に、下三拍になってた時期がありました。なので、それがずっと続くとあんまり良くないですよね。で、ここにまだ書かれているのに、指名手配のポスターに載っている犯人の多く、上三拍か下三拍のどちらかにあることは興味深いし、暗殺された人々はほとんどと言ってよいぐらい、全部下三拍であったことが知られている。例えばそのユリウス・カエサル、アブラハム・リンカン、アドルフ・ヒトラー、マハトマ・ガンディ、ジョン・ F ・ケネディ大統領、ロバート・ F ・ケネディ、そしてマーティン・ルーサー・キング牧師などである。で、これを測るときに、下三拍の状態を診断するには、45度の角度で見上げてもらったときに、そのときこの下の部分に、白目が出てるっていうのは、もうすでに下三拍ですよというふうに説明しています。そしてあともう一つ気になったのは、この幅ですね。私も割とどっちかといったらあんまり狭くなくて広い方だと思うんですけど、指2本ぐらいとか言われてるんですけど、それより若干広いかな、私は。で、宮崎さんも割と広めだったんですね。で、その場合はちょっとですね、幅が広い人っていうのは、いわゆるその砂糖類とか、お酒も含めてですけれども、清涼飲料水、果物とか、そういう陰性食品を取っている人が多いというふうに言われています。で、それが下三拍にもつながっていくと思うんですね。で、プラスこの目の下にすごいアイバッグって言って、こうちょっとぷくってなってたるんでいらっしゃったんですね。で、それはここの部分というのは腎臓を表してるんですけど、クマができているタイプと、この水分が多くなっている場合、とてもやっぱり陰性な状態なんですけれども、で、例えばここは腎臓を表してまして、で、その腎臓が、粘液とか脂肪が、とても多くなっている状態ということができるというふうに説明しています。で、
アイバッグが、まあ、できている状態は、まあ、精神的にも生命力が、下降していることを示している。倦怠、身体機能への過重負荷、疲労だるさ、忘れっぽさ、優柔不断、そして明晰な判断力の欠如などが起こってくるというふうに書かれています。なので、今回そういう、こう普通ではありえないようなそういう煽り運転であったり暴行であったりというようなことがあったというふうに言われていますので、そういう精神状態にある人は皆さんも気をつけていただきたいと思います。例えば、自分が正しいと思っていることでも、例えば、電車の中で何かトラブルがあって、見て見ぬふりっていうのは良くないですけれども、あまりそういうこう下三拍とか上三拍になっている人とか、そういうこうすごいアイバッグになっている状態であったりとかっていう人に、あまりこう挑んでいくようなことをすることによって自身にもいろんな、災難が降りかかってくる可能性がありますので、そういった方とはあまり関わり合いにならない方がいいのではないかなというふうに思います。そしてなおかつ皆さん自身ももしこうすごいこんな風な状態になっている場合は、ちょっと自分の、状態も良くない状態なんじゃないかなということで、アルコールであったり、水分型、あと果物、清涼飲料水、砂糖などは控えられることをぜひお勧めしたいと思います。あとはですね、耳とかちょっと見たかったんですけど、彼はもう完全に耳が寝ている状態で全然見えなかったので、ちょっと耳の状態は分からなかったです。で、同じ人の写真かどうか分かんないですけど、斜めからな撮った写真があったんですけど、もしそれが彼と同じ同一人物だったとしたら、とっても耳が小さかったので、そういった意味でもこの腎臓の機能が低いっていうことから考えても、何かあるたびにこう恐怖心を、煽られていた可能性もあるなというふうに推察いたしました。やっぱりこう耳が小さいっていうのは、身体的なそのキャパシティの低さっていうことも言うことができると思いますので、ご自身が耳が小さいということであれば、特に水分を多く取りすぎるだとか、あと、冷やすとか、そういった行為は自殺行為ですので、ここの状態を見るとかしていただいたり、あとめまいが起きるとかっていうことは、耳にも影響が起きていると思われますので、腎臓を温めたりということをお勧めしたいと思います。はい、ではですね、今日はちょっと推測の部分も多かったですけれども、参考にしていただければと思います。ではさようなら。